ドラシャ、ハブ。うん、ハブからまあドライブシャトルの抜き方と、まあ、これをもうセットにしようか。セットにしよう。うん、今こうやって見てもらって、残ってるやつね。あ、ごめん。外していきます。まあこれはショックついて。もうないです。ついててもできること、まあ、ショックつけながら、うん、まあショックのこの外し方やったら、ハブを取ったりとか。うん。うん。できるか。でもハブ取るのにまずここな。これはもう修理屋さんに任した方がいいと思うんだけど、うん、工具のある人はそれめちゃめちゃ作れん。うん、そうそうそう。もうこれあの泣き止めグリスとかと一緒で、うん、これ32。はい。31かも分からへんけど32やな。うんうん。うん。でもぴったりの方がいいやろ。うん。だからほんまはインチかも分からへんから。うん。31点何ぼとか。うん。まあそれはまあミリで使ってるけど。で、前工具の紹介でさせてもらったハブプーラーね。うん、あんまり みんな見てくれてないから。あ、ほんま。あれ、面白いよ。だからこれこういう時に使うっていうな。そう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 、こういう感じで、うん、うん、止めてもらって、あの、このタイプはあの、修理屋さんは絶対にあの、このタイプこれやろ。うん、何もくれへんけど、あの、ハスコの宣伝ショップは何もくれへんけどな。まあ、工具屋とかいたら結構負けてくれんねんで。めちゃくちゃ、あの、これ買うた時もだいぶサービスしてもって。うん。で、ほんまはショックついたままの方が、うん、ええねんけど、これを、あの、買うんじゃないやんな。うん、買うんじゃない。これめっちゃ硬いな。こんなに硬めやな。パイプの？これね。うん、そうやね。私見慣れたけど、硬いわーいって言ったらいいの？不安定？いや、めっちゃ硬い場合。めっちゃ硬い場合ね。あ、出番？来た？私のお気に入り。23の4個のハブ、うん、あのドライブシャフトとか。うん。こういう感じ。もう全然ちゃうの？うん、全然ちゃう。これ支えってことやろ。そうそうそ そう、うん、これがだから支えになってるから、うん、だから両手使えるから、でハブもグラグラせへんや、うん、ただずれたら危ないや。だこういう高い位置はちょっと危険やね、こういう場合ね。うん、うん、危険やけど、でも一人でやるんやったらこういうこと。そうそうそう、ほんまはこれ今撮影してるからあれやけど、うん、もっと下ろすね。はい、ベタベタにしたらこれが安定するから。あ、重すぎて。ネジ外してない。ネジ外さんとやってるのかな。ちょっと待って。いきなり何言い出すんかなと思うやん。いや、こんだけ硬いかな思って。左めっちゃ緩かった、ね、でもそんなことあるってことやろ。うん、ほんまはだから足回りつけとったら、うん、あー、さす、うん、動画のちょっと順番がこっちの方が、これ結構左右で硬さちゃう、どの車も。だから一回外したことあるのかないのかで変わってくんねんな。だから外したことあるやつやったらこの工具もいらんかも。あー、でもこういうやり方っていうのが説明できてよかった。そうそう、硬いやつはもう絶対これで、うん、こんなんでも車屋さんとみんな知ってるの。これ抜き出したら、はい、この下ショックついてる人やったら下を外しといてほしいね。なんでかドライブシャフトが今度向こうについて、うん、まだ硬い、うん、もうちょいやね、頑張れ、うん、よいしょ。もうこのハスコの工具の宣伝ばっかりやな、ね。これは画期的やで。あ、そうだ、うん、これなかった時どうしてた。え、だからあのここにこうタイヤレバーかけて、うん、あー、はいはい、でえまた斜めになるとこやったらバーン外れて、叩いてこのシャフトが曲がってとか、うん、すごかったよ。悩まんかった、これ買うのは。もうまず悩まんかった、うん、工具買うのに悩んでるとこ見たことないわ。これほんま ABS の線だけ硬いな。後ろでも言ったけどちょっとだけ
いや、これ。あ、もう。本体から外さんでピンごと。いや、ほんまはここから外れんねん。でも、よりくん、変な洗いな、やっぱ外した方が。これ硬いね。うん。もう外そう、フェンダーライナー。喉やられんで咳込むな、うん、で、このドライブシャフトが、うん、まあ、いける、うん、これでいいです。 で、下はあの今ちょっと仮止めしてる状態やねんけど、うん、このとこ次タイロットね、カーンか、うん、やっぱさ困った形してるよな、うん、これもあの六角やね、うん、これも5ミリやったかな、上のスタビと一緒、うん、閉まってるやつはあのほとんどこの六角やわ。でここはあのバン言うまでは、うん、絡まりせえへんから、うん、バン言うたら絡まりするから初めにこう、ま、閉めるときはせなあかんかもわからないでしょ。グッと押しちゃったら、うん、これ出してあの引っかかったら、うん、あのあかんから、このショックのここについてるなったりやん、うん、あれがちょうどで、まあ適度にちょっと先っちょ出して、うん、外車はそんなにあの硬いやつないわ。カーンって言わん、うん、ただこのブーツが入れにくいの、うん、ちゃんと入れへんっちゅうから、まあ、こうやって見てたら工具様様やな、うん、あかん、あ、もう外れた、え、うん、な、いや、ほんまにポツン、ポツンやったうせやん、うん、ほんまや、ほんまで、うん、で、ナットはこっちにつけて、うん、うん、またまたついてたですね、うん、うん、ほんで、もうドライブシャートはこれで抜けてるから、うん、あの ABS の配線外してもうて、うん、これは、あ、あれか、うん、この青です、これな、押さえて引っ張る、うん、これはあのこっち側めくって、うん、こういう感じでやってもうたら、あー、いけんね、うん、うん、で、またこの辺引っかかりがいいからね、これさ、こっちからちょっと取っていい、うん、映るかな、取る人がいいな、ないない、社長ちょっと待てよ、バーがあんねん、これどう？引っ張ってみて。ここに。あるわ。ピン。かな。ちょっと待ってよ。あ、ちゃうちゃうちゃう。こうなってるからな。スコって。まだ抜けへんね、これ、うん。すいません、もうめっちゃ裏切り行為みたいな感じやな。バンバン外してるから。うん、こんな感じ。みんな引っ張ったら取れんねんけど、うん、これここだけね。いや、硬すぎんね。あるやろ。で、こっからあの六角で外してくれてもいい。はーい。ここ。ここね、ハブの、うん、これも5ミリやったらしようかな、邪魔くさいフェンダーライナー、正解、うん、5ミリで外してもたら、うん、これは簡単にうんスッと抜けるから、で、ここさっきドアームと、うん、足回りで、うん、これフロントのショックで説明してんねんけど、うん、21、うん、もう一回外してるから手で取れんねんな、うん、そう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 、まあまあこれインパクトとかじゃないと、硬い、うん、でっかい工具で、うん、で、タイロットとショックと、うん、この下のロアムの付け根してもたら、うん、モートラ車と、うん、ハブは外せて、うん、こんな感じで、うん、お前、これな、さっきから気になっとってんの、うん、下、ここ、うん、あ、こんなに動くん、そう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 、で、これをさっきのところがここがついてることによって、うん、このロアームが動けん、うんうんうん、で外しちゃったら自由が効くの、ちょっと、うんうん、だから食も外すときも足回り落ちひんから、うん、ここ外してポンとしたらこれも下も、うんうん、こんな感じ、はい、うん、こんなんやな、うん、だからハブ外すのはもうちょっと大変、これがあるから業者に、うん、任せそうやな、工具とかもいっぱいいるので、うん、これあれやな、工具が便利やっていう紹介やな、ああいうあの修理屋さん向けで困った時はそうそうそう、こんなやり方とかね、ハスコなんもせへんけど、まだ言うか、
まあ、でもほんまに工具があってできることなんで、うん、工具大事にしましょう。またチャンネル登録とこれお願いします。